お帰りなさい。探しちょう人は見つかりましたか？それなら話してくれるかもしれないわよ。秘密って荷物みたいなものよ。持っているとどんどん重たくなる。誰かに話して軽くしたいものよ。帰ってくれ。どうも困るか。ここのマスターどうかしとるわ。突然顔色を変えて訳も言わず客を追い出すんだ。私の名前がアヤだって言ったら急に青い顔して帰ってくれって言うのよ。今日はもう終わりだ。よりによってあんたか。出てってくれ。松江から出て行ってくれ。出て行けって言ってるだろ。ふみのあやさんを探しとるって言っちょったでしょ。ゆきさんは高校で同級生だったんですよ。今頃になって彼女の名前を聞くとは思わんだったわ。市長人がおるって聞いて彼女の写真を持ってきたのよ。
容姿端麗という言葉がぴったりの人よ。その上、スポーツ万能で芸術的な才能もあったわ。絵も上手で、コンクールで賞をもらっちゃったわね。遠足なんかの行事で人数を数えると一人多いとか、集合写真に人のような影が写っちゃったとか、その手の噂はあったわね。聞いたことないけど、よくある学校の階段でしょ。それはおかしいわね。文野さんに他に子供はおらんはずですよ。でも、あそこに幽霊が出るとしたら、あやさのお母さんでしょ。おなら、若い女じゃないがね。そりゃ幽霊の定番といったら、若くて髪の長い女性だけんじゃない？亡くなった人が蘇ってくる伝説があったが、姫ヶ森の姫だったかいな。もう忘れたわ。小泉八雲記念館に行けばわかるはずよ。それじゃあ、私たちはそろそろ失礼しましょう。